夜中のもう0時過ぎたくらい、いやもっと深いかもしれないんですけど、それくらいの時間に撮ったスモモです。こう見えてチワワなんです。実は寝るときにいつもこうやって穴を掘ってるんですけども、ホリホリしてるんですけれども、なかなか寝床が見つからないのか、めちゃくちゃ掘ってます。一回座ったかなって思ったら、なんかやっぱ違うみたいで、何度もね座っては立って掘ってみたいな、それを永遠と繰り返してる様子がなんか可愛かったです。なかなか決まらないのかな、寝床が。まあここで寝かせないですけどね。このように横になればね、お腹を見せてきて触ってほしいような、触ってほしそうな顔をしているんですけれども、あら可愛い手で手振って、ちっちゃ、めちゃくちゃちっちゃい、手が、足が細いのかな、肉球も小さめかもしれないですけど、頭を撫でたらね、でも眠たそうな顔をします。これはどういう表情だろうね。これは触ってほしくないかもしれない、噛んできたから。気がついたらね、布団の上にいて、一番柔らかいとこでね、こっちを見つめてました。この時もね、でも頭を撫でたらだいぶ眠そうな顔しているんで、やっぱり眠たいのかなって感じで頭を撫でてます。この表情いいですよね、本当に癒しでした。これね、雷がこの日鳴っててね、すごい雷の音でね起きてたんですよね。だからこっち連れてきたんですけれども、ゆっくりね寝れるといいんだけど、なかなか外がうるさいとね寝れないのかもしれない。まあ僕も寝れなかったんで、やっぱり犬もそういうところあるんですかね、うるさかったら寝れないみたいな。こんな雷に反応するのが面白い、面白いといえば面白いですね。そしてまた眠りにつこうとするけど、寝ては起きて寝ては起きてを繰り返しています。それって寝れ、ちゃんと十分な睡眠取れるのかな。まあでもこの日は雷とか雨が降る前にちゃんと散歩に行けてね、結構歩いたから、もしかしたらそれの疲れがあるのかもしれないね。だからゆっくり寝てほしいんだけど、なかなか寝れないという悲しいかな。やっぱりまあ犬に限ったことじゃないですけれども、なんかこういう動物の寝てる姿を見るのってすごく癒しだなって僕は思います。なおさらね、自分のペットだと可愛い顔してるなーって、癒しだなーって思います。これちょっとこっちにじわじわ寄ってくるの面白いね。俺の方にじわじわ寄ってきて、好きなのかな俺のこと。好きじゃないって言われたらちょっと悲しいんだけど、やっぱ撫でてもらうのが好きみたいで、徐々に近寄ってきます。頭が気持ちよさそうな顔して、そんな顔したらさらに撫でちゃうからね。いい夢見てゆっくり寝ろよ。喉まで触っとくから。ただただ寝顔を映していた動画になりましたけれども、癒しをお届けできたなと思います。ということで、皆さんもいい夢を見てください。最後までご視聴していただきありがとうございました。なんとチャンネル登録していただくと、スモモがハピネスをお届けしに行きます。可愛いと思った人や癒しを感じた人は動画の高評価もよろしくお願いします。